100日エニアグラムを理解するシーズン3、鬼滅の刃の最終回のようにですね、時は流れて今です。今の歌姫はあいみょんさんですよね。さて、彼女のタイプはというと、ズバリ4だと思います。で、まあ画像とかをいろいろ見たらですね、このままちょっとまあうちにこもったようなちょっと憂いのあるような表情があって、まあ、これだけ取り出すともタイプ5かなと思ったりするんですけども、いやいや違いますって話で、この本当お宝映像というかスッキリのですね、三浦アナ、水戸ちゃんとの対談があってですね、これにいっぱい情報がありましたのでご紹介します。まず現在の曲の速400曲ですよ。で、まずこの時点でですね、タイプ7じゃないんですよね。タイプ7は人の気持ちわかんないんで、こんなの歌詞絶対書けないです。はい。で、まあ、その中でもう弾ける笑顔がこう出てるんですよね、いっぱいね。もうこれすごい4っぽいです。で、この弾ける笑顔。でも、すごいいっぱい喋るだと。で、あと、バンドのメンバーにも、ちょっと黙っとけって言われるって言われてて言ってて、まあ本当4っぽいなと思って見てました。で、まあ家でその忙しい時は怒ったりするのかっていう質問で、まあメジャーデビューの前はすごい家で譜面パーンって投げつけたりしたり、その前自分の前を歩いてる人のこととかマジでムカついてきて、足引っ掛けだろうかと思ったとか、まあ言ってて、まあ、しっかり毒を吐く。まずこの辺ちょっと語っぽいですよね。でもで、表情とかリアクションがですね、須田くんに似てるんですよね。この驚いたようなところから、こう、わっとこういう、なんかこの、ね、この辺の表情がね、本当に似てますね。まあ、これ別の記事であったんですけど、須田くんとあいみょんと石崎ひゅーいさんは、もうこの3人がすごいプライベートでも、仲がいいので、まあ、仲がいいので、まあ、似てきたのか、まあ、タイプ4だから似てきたのかわからないんですけども、まあ、プライベートでも仲がいいと。ただしですね、まあ、ちょっと横道にそれますが、タイプ4同士は、まあ、決して恋に発展しないので、これ友人のままだと思います。で、まあ、ちょっと話を戻して、もう最初、シーズン3の最初にご紹介した聖子ちゃんですね。聖子ちゃんのタイプ4のウィング3で間違いなくて、あいみょんさんは4の5だと思いました。で、また例のごとくですね、リスト&ハドソンにウィングのことを書いてるので、4の5、ウィング5をなって読みてみるとですね、まあ当たってるっていうか、まあまず極めて独創的で、感情豊かで内省的、名便で独創的で、ステータスや人から受け入れられることを気にしない、個人的で風変わりな自己表現をすると、人よりも自分自身のために創造しますと。でもこれあいみょんさんもそのままなんですけど、もう決定的な証拠があったんですよ、ね、それはこちらです。 LINE ニュースの公式、まあ、YouTube チャンネルがあって、そこでインタビューがあるんですね。でそこで、あいみょんさんが、ファンの皆さんがいるのは本当にありがたいと。で、みんなのことが大好きなんだけれども、私が作る音楽は、もともと誰に向けてるものでもない。自分のために作ってる。で、私が恋愛の曲として作った曲が、他の人が聴いたら他の人には人生の曲になるかもしれないと。聴く人がすごいと、改めて日々感じていますと。どうですか？重要なのでもう一回言いますよ。私が作る音楽はもともと誰に向けてのものでもない、まさに人よりも自分自身のために創造します。もうそのまんまなんですよね。はい、まとめです。タイプ4のあいみょんさん、タイプ4、特にもう4のウィング5で間違いないと思います。